カルスト地形、カルスト地形、毒とは、石灰岩などの水に溶解しやすい岩石で構成された大地が、雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵食、種として養殖されてできた地形、昇乳洞などの地下地形を無である。科学的には、空気中の二酸化炭素を消費する自然現象である。講義には、 クロアチアのプリトビツエコ群国立公園や中国の救済溝、トルコのパムッカレ、アメリカのイエローストーン国立公園などの大量の石灰分を溶解した地下水や温、熱水から石灰化が規模に再沈殿して作り出される地形もカルスト地形に含まれる。これらの場合、基盤地質が石灰岩であるとは限らず、科学的には空気中に二酸化炭素を放出する。 また、石灰岩やチョーク、白岩、泥イ岩、白雲岩、ドロマイトなどの炭酸塩岩以外にも、蒸発岩類、石膏岩、岩塩などには、養殖性の地形が大規模に形成されることがあり、カルスト地形に含められる。空気中の二酸化炭素量の増減には関係しない。岩石はごく微量であるが水に溶解する。その溶解性は岩石を構成する。 鉱物種の化学性によって大きく異なる。石灰岩は大体において、石灰質の殻を持つ生物の意外が海底に厚く堆積して生じたものあるが、鉱物学的には種として崩解石、炭酸カルシウムここからなり、他の岩石に比べて酸性水に対する溶解性が非常に高い。地表流によって削り取られる侵食が作用することももちろんあるが、 そのような侵食作用が働かないところでも、炭酸の作用による養殖で、石灰岩が少しずつ水に溶け、地表にはドリーネが、地下には小乳洞が発達する得意な地形が生じていく。こうして生じた地形をカルスト地形と呼んでいる。炭酸を生じる二酸化炭素の主要な供給源は土壌である。一般に高温湿潤な地域ほど、 土壌中の微生物活動が活発なため、二酸化炭素の生産量が大きく、また香水も豊富なため、カルスト地形の発達が激しく、石灰岩が高い先頭、中上、あるいは、東上、円水上に残る地形が生まれる。カルスト地形を形成する岩石には、石灰岩の他に区範囲は、白雲岩や石膏岩などがあるが、52社のカルスト地形は日本では見られない。 カルストという語は、スロベニアのクラス地方、岩石を意味する古代の地方名カーセダス、カーススに由来に語源がある。この地方には、中世代白亜紀から新世代大未期諸島にかけて堆積した石灰が厚く分布し、養殖による地形が広く見られるが、地性的にスロベニア語でクラス、ドイツ語でカースと、イタリア語ではカーソと呼ばれてきた。 特に1893年の j ツイチによる、ドイツ語論文、ダス・カースト・ファノマンによって、動詞の地形を表す呼び名として、カルストがヨーロッパで広く使われるようになり、世界的に定着した。土壌による被覆が少なく、石灰岩の露岩が、種の地帯をシ出カルスト、逆のものを被覆カルストという。石灰岩の構成成分は大部分が風化、養殖により流れ去ってしまうため、 日本のような純度の高い石灰岩では、土壌構成鉱物の微粒子が生成しにくく、石灰岩起源の風化残留性土壌、テラロスサの蓄積が少ない。南天ヤビは、アザミなどの高石灰岩植物がよく見られる反面、ツツジやシーなどは、石灰岩質の土壌を嫌うせいか、ほとんど生育していない。しかし地域によっては、長い地質時代の間に、風性のレス、オードや、 高価火山灰が厚く堆積し、それらが温暖湿潤な気候の下で土壌を化した赤茶色の土壌が見られることもある。そのようなところでは一般的な森林の発達も良い。一般に土壌の発達が少なく、かつ岩盤中の浸透水も流れやすいという性質を合わせ持つため、カルストの産地は一般に保水性が悪い。このため植物群落の発達が限定されることがあり、 森林が形成されず、草原となっている例が多い。地表地形の特徴により、多角形カルスト、コックピットカルスト、塩水カルスト、延長カルスト、ーカルストなどの、気候や場所等の違いにより、乾燥カルスト、地中海カルスト、亜熱帯カルスト、熱帯カルスト、海岸カルスト、鉱山カルスト、温水カルストなどの総称語がある。 雨水が石灰岩の割れ目に沿って集中的に地下に浸透する過程で周囲の石灰岩を溶かすため、地表には、ドリーネ、ドリーネ、スリバチ穴、落ち込み穴語源はスロベニア語の他に、米語では他に、シンクホルと呼ぶスリバチ型のくぼ地が多数形成される。直径は10メートルから1000メートル、深さは2メートルから100メートルくらいである。ドリーネは、 地下の空洞の天井部が陥没することによっても、できるが、このような陥没型のものは、側壁が急で、グラス型や、湯飲み形が多い。沖縄県宮古島市下地島の通り池は、陥没ドリーネに海水が侵入した例である。ドリーネが、徐々に拡大して隣りあった複数のドリーネが繋がって、より、大きな窪地に成長したものが、奪われ、奪われ、連合すり鉢穴語源は、 セルボクロアート語である。地下水位が浅くあるドリーネでは、豪雨時に一時的なドリーネ湖が生じることがあり、珍しい代表例、秋吉台の奇水ドリーネ。雨水がドリーネを通じて地下に流入するため、一般には地上に川が生じない。そのため、多種岩石の地帯のように、谷による地表地形の侵食が起こらない。地下に浸透した雨水はやがて割れ目に沿って集まり、 地下側をなし、大小の洞窟を作りながら、下流へと流れ、山麓に開口した洞窟や湯船から、再び地上へと現れる。ドリーネと共に地表には、土壌水の養殖から溶け残った、石灰岩の土質部、石灰岩柱、ラピエ、岩柱、ピナクルピナクルが無数に土壌中から顔を出す。古く日本では、このような地形を、石塔、原や、 破壊し地形と呼んだ。通常、石灰岩柱は雨水による養殖でギザギザと尖っていることが多いが、熱変成を受けた結晶室の石灰岩、大理石では、石灰柱は丸みを帯びた形をなす。福岡県の平尾台には、このような延長型石灰岩柱が無数に発達し、これらを洋群に例えて、それらが特徴的によく発達した地域を洋群原と呼んでいる。 石灰岩柱の表面や石灰岩柱の間の土壌にうずもれた潜在部には雨水や土壌水の養殖によって形成された証拠が多く、生じ、カレン、語源は独語の車の鉄と呼ばれている。石灰岩柱が林立し、カレンがたくさん生じた小規服の地形は、カレンフェルト、キャレンフェルドと呼ばれている。上述したカルスト地形の形成は、 気候の影響に酸化炭素生産量や降水量が大きいが、一般には起伏量の小さい地帯で教科書的に進行し、カルスト台地を作っていることが多い、西南日本内の秋吉台、平尾台、阿鉄台、大石台など。また、南西諸島には隆起産後症からなる断球地形を示すカルストが多く見られる。いずれも養殖によって、減免よりも低下してはいるが、 その平坦な地形は現地形の平坦性。例えば西南日本内帯の例では、中心よのキビ高原面、流基準平原、南西諸島の例では、過去の小原面に由来すると言われる。地下側の持つ流域面積が分かれば、カルストから流れ出る地下川水に溶けている。石灰分の量を測定し、養殖によって現地形が時代とともに低くなる速度を推定することができる。 世界各地で行われた研究から、降水の高によって異なるが、中位度体の多くの場合に1万年で0.2から1.2メートル、厚さの石灰岩が地表から養殖されると推定されている。山口県秋吉台の場合、1万年で0.5から0.6メートルという、逆に起伏量の大きい地帯では、石灰岩の地界はしばしば急斜面や急外を持ち、 上部に関連フェルトやドリーネを持つことも、ある独立法的な高い山を作る、四国カルストや、大見カルスト、イブキ山、両前山、藤原武市、武鉱山、五番ヶ竹など、地域によっては、頂上部に平坦面を残すことがある。これは、地表流が生じないという特性に加えて、石灰岩が科学的養殖性を有する反面、 他種の岩石に見られるような化学風化を受けないために、南岸化が進まず、岩盤としての高侵食性が大きいためである。起伏量の代償を決めるものは、最近の地質時代における、流気速度と、その継続時間、並びに、河川侵食の進行度、降水量や流気後の経過時間、海岸からの距離、下流域の地質による、である。カルストの産地には一般に、 地表流は見られないが、低地には非石海岸地帯から流れ込んでくるが以来の川やカルストの地下水が洞窟や遊線から流れ出る川などがあり。これらの過酷には、ポノール、吸い込み穴、インコミ穴、円穴や遊線、洞窟跡、天然橋、岩壁、石灰下の滝など独特の景観が見られる。国壁が急峻で、峡谷上を呈することが多い。 養殖が進み、ウバーレからさらに大きくなった盆地底に地下水面が現れ、広い中石地が生じた地形を、ポリエ、ポルジー語源はセルボクロアート語の平野という。大きいものでは数百平方キロメートルの広がりを有することがある。代表的なポリエでは、洞窟や優先から流れ出る地下川がポリエ内を流れた後、再び下流側のポノールから地下へ流れ込んでいく。 日本には完全な例はないが、山口県秋吉台の上流側にある、三島町赤郷地区にはこれに近い型のものがあり、エンポリエ、もしくはエンペンポリエと分類される。ポリエ内は、湿性で、季節的な氾濫が起こることが多い。しばしば広い範囲に淡水し、一時的なポリエ湖を生じることがある。単なる河川の氾濫ではなく、石灰岩体内の地下水位が広く中積面よりも、 高く上昇し、生じるものである。このような時には、普段のポノールが逆に都出動へと変わる。赤子地区小川の沼ポリエでは、数年に一度くらい、豪雨時にポリエ湖が発生することがある。数日から一週間くらいにわたって、水田や畑十歳が広く冠水する、排水路短絡工事が行われ、近年は、発生がなくなった。カルストの産地は、雨水が、 地下に浸透するため、一般に水に乏しく、例外的なものを除いては、優先は見られない。しかし山麓や中石地などには、石灰岩体に貯留した地下水が流れ出たり、湧き上がったりするところが多く、これらを総称して、カルスト線と呼ぶ。得意なカルスト地形として、地質時代に形成された沿岸域のカルストが、気候変動等による海水準の上昇によって、 海面下に没した沈水カルストがある。カリブ海沿岸のもの、ドリーネの沈水地形である、ブルーホールや海中小乳洞などが有名で、その機関が洞窟潜水による探検記録としてよくメディアによって紹介されている。日本では沖縄海域沿岸部で海中小乳洞がいくつか発見されている。石垣島のナクラ湾には日本最大級といわれる沈水カルストがあり。 九州大学大学院比較社会文化研究院の菅弘信教授らのグループが214年に3辞、元海底地形図を完成させている。小笠原諸島南東の沈水カルスト地形は天然記念物に指定されている。石膏岩は石灰岩と違って二酸化炭素を必要とせずに水に溶解する溶解度は 0.2g、100cc 程度。そのため、 石灰岩地と同じように地下水系が発達し、洞窟やドリーネなどカルスト地形が形成される。ウクライナ、ドイツ、ポーランドなどに見られ、ウクライナのアプテミスタイクなケーブ、総延長 230km2005 時点は、中心よに堆積した厚さ約 20m の石膏層中に、約 2km 四方にわたって広がる、迷宮状の洞窟を作っている。する。 石灰岩の養殖過程と違い、石膏カルストの養殖は次のように表される。コス CASO、コカルストとも、過去に生じ、現在はそのカルスト化作用が停止しているカルスト地形を言う。例えば、洪水がほとんどない砂漠気候下にあるカルスト地形は、過去の湿潤な気候の下で発達した化石ルストである。また、過去に生じたカルスト地形が、 より新しい時代の地層に被覆され、保存されているものも化石カルストである。後者の例としては、中心与の海清層、美北層群によって被覆され、後に同層が削剥されたという血識を持つキビ高原にある、大尺代や宛てつ代は化石カルストの性格を合わせ持つものとも言えるが、詳細はよくわかっていない。鍾乳洞の多くは、 地下側による活発な洞窟形成作用が働いているものを除けば、その多くは化石カルストといえる。炭酸塩岩類、石灰岩、白雲岩など、や、蒸発岩類、石膏岩、岩塩など、以外の費用改正の岩石等にもカルスト地形に似た、大うや、ホラーな、養殖性の微地形が見られることがあって、地下水系が発達することがある。これらを、偽カルスト、 ディジカルストともという、次のような岩石や土壌等の地帯に見られ、寒冷カルスト、氷河カルスト、デスカルスト、ジャモンガ岩カルストなどの語がある。カルストの地下地形が発達していく過程には、大きく三つの過程がある。第一の過程は、石灰岩の割れ目に沿って流れる、地下水の作用で養殖が進み、洞窟空間ができていくものである、石灰洞の形。 第2の過程は、地下水中に溶けた、石灰分が洞窟内において消失し、石灰分からなる得意な沈殿物、抗議の鍾乳石が生じ、洞窟が装飾されていく過程である、鍾乳洞の形成。第3の過程は、年齢を重ねた洞窟が終末期を迎え、崩壊していく過程である。水泡に溶けた二酸化炭素 COO から、炭酸、箱が生じ、 炭酸と石灰岩の主成分である炭酸カルシウム個々との化学反応によって養殖が進むものである土壌中を浸透した地下水にわた量の二酸化炭素が土壌空気から溶け込んでいる大気から雨水に溶け込む量の数倍から100倍程度最初は微小な割れ目に沿って石灰岩が養殖されていくがやがて水道は大きくなりいずれかの流れやすい流路を選んで 水が流れるようになる。こうして流量が増えてくると、砂礫や砂などが流れ込むようになり、養殖以外に水流による侵食、魔食も加わって、洞窟と呼ばれるような大きな空間が形成される。空間がある程度大きくなると、天井や壁面の崩落、崩壊が起こることがあり、空洞が一時的に埋まるが、地下川がある場合には、局所的に流速が速くなり、 養殖作用が強く働くようになって、洞窟の拡大がより進行する。この養殖過程を化学反応式で示すと次のようになる。反応の結果生じる炭酸水素カルシウム CA は、カルシウムイオンと炭酸水素イオンに分離した形でのみ存在し、つまり水に溶けている状態、その結果流れ去って養殖が起こる。次のように記される。稀には火山性音。 熱水中の硫酸、破素、あるいは石油交渉等から来る地下水中の硫化水素、A、HS の酸化によって生じる硫酸による養殖が働くことがあり、その化学反応式は次のように表される。次に、洞窟形成環境を水門地質学的な観点から見ると、以下の3つの型、循環水体型、地下水面型、飽和水体型に分けられるが、 実際には各タイプの洞窟が、時間的、空間的に組み合わさり、他の地質的な要因、石灰岩の岩質、非石灰岩の強材、重なり、接触、割れ目系などの地質構造も加わって複雑に発達していることが多い。このような地質的な要因は、地表地形の養殖型にも大きく影響する。石灰分の消失は、外気と銅内気の温度差によって、 人が通過できないような割れ目や穴をも流れる気流煙突効果のために道内気の蘇生は外気とほとんど変わらないという理由で起こるつまり道内気の二酸化炭素は外気0.04%とそう変わらないせいぜい数倍ために土壌空気に由来する多量の二酸化炭素によって多量の石灰分を溶かしている地下水が洞窟内に浸出すると二酸化炭素は 水中から胴内気の方へ逃げていく、ビールから二酸化炭素が逃げるように。すると溶存していた、石灰分は二酸化炭素が逃げた分だけ水に、溶けていることができなくなり、沈殿を始める。こうして、小乳石、洞窟生生物、二次生成物、石灰生生物、洞窟装飾物ができ、洞窟内が装飾されていく。この沈殿過程を、化学反応式で示すと、 上述の式とは逆に次のように記される。小乳石はできる場所や水量、不純物の量などによって様々に形や色、大きさを変えるので、いろいろの形態名があるが、成分は炭酸カルシウム、鉱物名は崩壊石、岩石名は結晶質石灰岩である。稀に同じ化学組成で結晶構造が異なる荒れ石からなるものも見られる。 これらが洞窟内に得意な風景を作っている。中には光を当てるとキラキラ光り美しいものがあるが、細かい崩壊石の結晶面が暗い洞窟内で、照射光を反射するためである。主な種類には次のようなものがある。地表の侵食、養殖が進んで洞窟の天井をなす岩層が薄くなったり、空洞が極度に大きく成長した場合などには、洞窟は崩壊を始める。 また、地下水面下で発達中の地下川洞窟系が何らかの原因、地下水の汲み上げや鉱山開発による排水などによる地下水位の急激な低下によって浮力による指示を失い大きく陥没することがある。地下川系をなす空洞の天井の一部が崩落し、陥没ドリーネが生じると地上から底を流れる地下水が見えることがある。これをカルストの窓、 天然井戸、地下水流の窓ともという、代表例、鹿児島県沖の選ぶ島の水田道や田見桜川、床丹半島の背のお手など、洞窟内の局地的な天井や壁の崩落は、地表侵食の進行度とは関係なくよく見られる、現象である、代表例、山口県周報道の洗浄時期。洞窟系全体にわたって崩壊が進んだり、 盲国とポケット谷の連結に際して一部が橋のように残ることがある。これを天然橋と呼び、カルスト地帯に多い代表例、広島県大赦峡のカラーモニアをすばし、岡山県阿手台のラ生シモンなどが天然橋は石灰岩地以外にも会食作用や風食作用によって多く生じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。